普通に臭いと思ったなんでかわかんないけどこいつ臭いと思ったちゃんと洗ってるのかなと思った思ってたあんにょーん、はるかえよー、ちよみえよー。今日は韓国人彼氏と付き合って困ったことについて話していきたいと思います。イエーイ。困ってるのそう、めっちゃ困った困ってたんだまあ私たち付き合ってもうちょっとで2年半になるんですけど、うん、最初の頃困ってたこととか、うん、まあ今それをどう乗り越えたかっていうことについていろいろ話していきたいと思います。トーク系久々だね。そうだね、久々だね、うん、じゃあ皆さんもぜひ共感していただけるところいろいろあると思うので最後まで聞いていただけると嬉しいです、うん、ではゴー。まず一つ目は、これは結構初期に感じてたことなんですけど、うん、まず公共の場でのスキンシップ。これがやっぱ全然違うから。うん、例えばどういうのが違う？普通に道とか人がいっぱいいるとこでも、うん、イチャイチャしようとするじゃん。どのくらいまで？なんかこう、うーんとかなんか、チュッチュッチュッとかさ、やろうとするじゃん。いいじゃん、そんくらい。よい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 よ、ダメダメダメ。どこまでできるの？どこまで？うん、手繋ぐ。手繋ぐだっけ、うん、ハグを？ハグも、まあなんか、ちょっと一瞬それぐらいならいいかもしれないけど、夫、うん、の場合はさ、うん、こんな感じ、あーってやるじゃん、離れないで。そう。それを外でやられちゃうと、ちょっとさ、さすがに恥ずかしいよね。恥ずかしい？うん。公共の場で普通にハグとかなんか、あーかわいいとか言うから、それが困った。あとは、エスカレーターとかさ、うん、どこでもキスしようとするじゃん。ダメ？うん。人がいなかったらまだいいけど。それをね、どのようにしていたかというと、うん、もう最初はさ、ちょっとやめてよとかさ、そんな言えないから、うん、まあでも、言ってたか。言ってたよ。恥ずかしいよって言ってたよ。そうね。ずっと恥ずかしいって言ってたんだけど、うん、周りに人がいっぱいいて、うん、イチャイチャしたら目立つじゃん。うん、それに対して私が恥ずかしいからやめてよっていうのも恥ずかしいの。じゃあ言わなければいいじゃん。それもやめさせないといけないから、韓国語で、ぶっくろって言ってた。うん、一番初めて学んだ韓国語だね。そうだね。あとは慣れ。いいじゃん。それ一番いい対処法じゃん。次は、さっきと似てるんですけど、うん、やっぱり愛情表現が多すぎること。同じじゃん。まあ、スキンシップはこう触ることでしょ。うん、で愛情表現は言葉。嬉しいんだけどね、うん、嬉しいんだけど常に好きだよとか貸さないよとか言われると慣れないから、うん、どうしようって気持ちになる、うん、付き合った瞬間に愛してはいないじゃん、うん、愛してたよ愛してなかったんだはるかなんか最初って好きだけど、うん、愛してるってまでっていかなくない、うん、俺最初から愛してたよ好きって言われたらやっぱ好きって言い返してあげた方がいいじゃん、うん、サランヘヨって言われてもちょっとまだサランヘヨはちょっと返せないなみたいな、ちょっと違うよって言えばいいじゃんそれサランヘヨは違うよまだ好きくらいだよって言えばいいじゃん。それでいいの？まあショック受けるけどダメじゃん。そういう時はありがとうって言うのが一番ですね私はそうしてたよ。あんま覚えてないと思うけど。覚えてるよ全部。じゃあ私が最初にサランヘヨって言ったのはいつですか？あるかな、誕生日、誕生日おめでとうってプレゼントあげた時プレゼント見てから恋が始まった。違うよ、何言ってんの。まあ私は覚えてないけど。覚えてないんだ。覚えてない。という質問かよでも今はもう私もすごい言えるようになって、うん、なんだろう、一種のもう挨拶みたいな挨拶あれか、そういう軽い気持ちなの？そういう一つ一つ言葉を大事にして喋ってるのにあるかかもう4つぐらいで言ってるんだ。いやいやいや、あとなんかサランヘヨがいいなと思うのは愛してるって言いにくいの。どういうこと？でもサランヘヨは言いやすいの。なんで？サランヘヨはよく聞くじゃん、韓国語としてよく聞く言葉なの。ドラマをよく見るから。もうドラマとかもそうなのかな、うん、あとは他の人にもよく聞いたど誰にそんな聞いたの？そういうことじゃなくて、うん、私たちが知ってる言葉ってアニハセヨ、サランヘヨ、ザツオール、だから馴染みがあるんだよ、うん、でも愛してるって言葉はもう本当にドラマとか映画のもうすごいシーンでしか使われないから、うんうん、私たちにとっても結構重ための言葉だから、サランヘヨは結構導入しやすい言葉。導入しやすい？それ対処法？それ何の対処法なの？
次は軽めなんですけど、まあ、食べ物編で、うん、韓国人の特性なのかジオの特性なのか分かんないんですけど、うん、ニンニクをめちゃめちゃ食べるんですよね。どれぐらい食べる？炒め物するときにニンニク何個使いますか？1個ですよね。なのにジオンは10個とか使うんですよ。なんか付き合って当初数ヶ月目の時に私が実家に行って、うん、今日のご飯これ食べたとか送ってた、うん、ジオンからも帰ってくるじゃん、うん、そこになんか白いのいっぱい入ってるなと思って、うん、なんか白いの何って聞いたらニンニクだよって帰ってきて、みじん切りじゃなくってスライスのまんまそのまんま10個入ってるんですよ。まあ何が言いたいかっていうと臭いのバレた今臭いって言おうとした。まあ正直やっぱ分かるのすぐ、うん、こんなにニンニクを食べる人間に今まで出会ったことがなかったから、うん、普通に臭いと思ったなんでか分かんないけどこいつ臭いと思ったと変なやつと付き合っちゃったなと思ったちゃんと洗ってるのかなと思った思ってたどうしよっかなと思ってなんかその匂いの原因が何なのか分かんなかったの、うん、口臭ケアとかなんかさ、うん、ニンニクじゃなく悩んでる人とかもあるじゃん、うん、ニンニク臭がどうやって伝えようかっていうのを悩んでた、うん、ある時そのおっぱから、うん、ニンニクを10個使った量の写真が送られてきて合致した、うん、これきたと、全ての原因はニンニクだったと。そこで、まあ、どうしたかと言いますと、うん、匂いがんって思った時は、うん、ニンニク食べたって言えばおっぱが気づいてくれる。その時に、うん、食べたけど、臭いって言われたから、臭い。って言った。臭いってことか。臭いって対処法が、臭いまでは言わないってことなんだ。付き合って数ヶ月でさ、臭いって言われたらよ、その。いい？今も臭い？今は臭くないよ。うん、なんかでも、ニンニクの消費量ちょっと減ったよね、最近。私が料理を結構するようになって、新大久保でいっぱい買う、もう塊のニンニクが消費できないんで、一旦買わなくなっちゃったから、だから最近はニンニクの消費量が健全な量に保たれていて、快適です。ちょっと匂いがなと思った時は、ニンニク食べたって遠回しに聞いてあげるってこと。ただって自分が臭いってなったら歯磨くとかさ、うん、デートの前はちょっとニンニク食べるのを気をつけとかするでしょ。うん、してなかったね。韓国人、まあみんな気にしないのかなと思ったの。ニンニク臭いこと、うん。韓国に旅行行った時に、一回ジオンのお姉さんと。臭かった言っとくよ。言っとく。お姉さん臭かったって。見てるかもしれない。臭かったって。違う、そうじゃなくて、うん、ジオンのお姉さん夫婦と食事した時に。両方臭かった。いやー、そこ。で、ジオンがいっぱいニンニク食べてたの、うん、ただお姉さんがなんと、うん、ちょっとそんないっぱいニンニク食べるのやめなよジオンに言って、ジオンが、え、なんで何が良くないのみたいな顔したお姉さんが、え、この後キスするでしょってこそっと言ってたのが、うん、って思った。次は、うん、これテーマなんだっけ今まで何を話してたのこれ今半分以上撮ってるんだけど、テーマなんだけど、大丈夫？今ちゃんと話してきてる？なんかさ、喋ってたらさ、いろいろ喋りたいことが出てきちゃってさ、今日のトークテーマが何だったか忘れちゃった。で、次は、うん、辛いものを辛くないということ、うん、まあ、これもね、もうみんなに共感されるんだけど、うん、レストランとか行って辛くなければ食べようと思って、うん、どうって聞くと、うん、あ、辛くないよって言うから、うん、食べるとカッってなる、うん、私が気をつけたのは、うん、その韓国人の味覚はやっぱり辛いものにちょっと強めだから、辛みがあるかないかを聞くの、うん、辛いか辛くないかを聞いたら全部辛くないになっちゃうから、うんうん、辛みがあるかないかを聞く、うん、さすがに辛みがあるって答えてくれるから、うん、辛みがあったら辛いってことです。韓国人からして辛みがないってなったらピリ辛程度という認識を持つと多分ちょうどいいと思います。特に辛いのが苦手な方は、うん、どう思う？これすごいいいと思う。それ俺に聞くの？まあでも今は辛いものを食べれるようになったし、うん、じゃあやっぱ対処方法はヘッポルダっぽく麺を食べればいいんじゃない？一回ちょっと自分の上限値を超えてみれば、うん、もうその下はね、辛くなくなるよね。確かに。え、でもそれは本当に良かった
と思う、うん、ガンヌキューバーもう何してんだ自分と思ったけど、うん、あれを超えてから人生変わった、うん、まず韓国人と会う前にヘックプルタっぽくメモを一回食べてみる。でもそれは彼氏と一緒に食べないとまず乗り越えられない辛さじゃん。一人であんなん絶対乗り越えられないもん、うん、でもさ、あれを食べるときは見苦しい姿を見せなきゃいけないでしょ、うん、でも付き合ってさ、うん、数ヶ月でそんな見せたくないじゃん女の子だもん、うん、なんで僕最初は辛いものは避けて、うん、だんだん仲良くなったらプルタッポックメンを挑戦する。食べたもん、もう一回食べる。いやもういい。もう私は超えたから大丈夫、うんうん、ということで今日のテーマを覚えてる？覚えてる覚えてる。何だった？おっぱと付き合って大変だったこと、困ったこと、で結局それが全然解決されてないってことが分かったことでした。まあ、少しでも皆さん参考になったりとか、私はこういうので解決したとかもあったらご意見いただけたらコメントにお願いします。お願いします。じゃあこの動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。せーの、あんにゃーん。I've been all